さあ、改めて周りの方からの反響などはいかがでしょうか岡崎さん、どうですか。いやもうすさまじい数字すぎて、ええ、まずよく分かってないのが正直なところなんですけど、うん、ただ、うん、こう自分の足でプライベートで映画館にこう劇場版見に行った時に、うん、本当に。 さまざまな方々が天スラを楽しんでくださってるのがこうもう如実にスクリーンを見,見渡すことはできないんですけど、うん、こう自分の席に行く時とかも、うん、老若男女それこそ<若> <laughs> 本当に家族だったりそれこそお子さんもすごく多いなって思いましたしこうグッズ売り場とかに見終わっていくと「あリムルだ!」とか、まあねそう「ランガだービオレだ!」とかそういう声が聞こえて。 ああテンスラももうなんだろうスラッとキャラ名は出てくるくらいあテンスラットありがとうございましたすいませんしたそんな感じでこうキャラが馴染んでくるようななんか年数も経ったんだなと思ってすごく嬉しくなりました今もちょっと幅広いねあのいろんな方いらっしゃる本当に嬉しい小林さんいかがですかあもう本当に岡崎さんのおっしゃる通りでも僕も見に行った時にすごく幅広い年齢の方いらっしゃるなっていうのと。 結構やっぱ時間経つのあっという間に終わったなと今日もそんな感じじゃなかったですか、やっぱりこうワクワクしながら見てるとあっという間に終わるというかうんだから非常に会場であのみんなが一体化して、ね、楽しんでもらえるような感じといいますかうん富田さんいかかがですかそうですすそうね私、今回から参加だったんですけど、はい、もいろんなところで富田さんだったんですねって言っていただく機会が多いので皆さんの声でなおのこと天んすらの輪の広さを感じましたね。 あの私も言いました富田さんだったんですねどんな感じでどんな感じで言われたんですか富田さんだったなんでちょちょやらされるんですか限界を迎えてる噛み締めながらこんな振られるすいませんちょっと台本に台本にないいや本当にもうそれぐらいのあのいろいろ 他のの周りの声優仲間とかからも言われたりしたんですかそうですねあ、言われましたし、あと私、弟がこれあの、12月のイベントでも言わせていただいたんですけど、弟がすごくテンスラが好きで、<ー>でせっかくだから、発表になるまで弟に黙っておこうっていう、あ,<ー>あっ、たのかってたそうだよね、見口いーすげーな姉さん、よ。姉さんすごいよ、さんすげ、うん、弟さん羨ましいな、それは <laughs> ね、あの声優の皆さんもたくさんこう反響を受けている中ですが杉本、P、はいかかがですかいや本当に、あのー、本当に老若男女というその言葉すごいなと思うんですけど実際にまあデータでもやっぱりそういう風に出てて、て<ー>いろんな方にも、あのー、ファミリーがで見てる方多かったよとか、うんあのー、実は親が好きでみたいなことを言われるので、うん、あのやっぱテンスラーすごいなっていうのはすごい感じますね。うんはい、あとが<っ> 自前の T シャツで着てくれるぐらいそうですよ、今日もない自前の T シャツあの、以前岡崎さんとご一緒したイベントでも着させてもらったんですけどこれガチの私物ですそう疑ってないですって、衣装とかではなくはい、本当にあの持ってっていいですかって、もう私からスタッフに申し上げ頼もしすぎます、頼もしすぎる何聞いても大丈夫ですねありがとうございます嬉しいな、なんか、すいません さあそんな中ではありますけれどもあの小林さんに伺いたいんですけれどもあの小林さん、今回あのこのイベントが劇場版「天スラのイベントとしては初登壇ということですけれども実際にね老若男女という言葉もありましたけれどもファンの皆さん目の前にしていかがですかいやーななんんかこんなにね 老若ないろ <laughs> んな言いづらい言葉ですいません <laughs> 言っちゃったみてすみませんいやもう本当嬉しいですしかもこのあのグランドフィナーレの会に呼んでいただいてうん,うーんなんかこうやって実際ねお客さんの顔を見るのはなかなかないので特に映画だとうんなんか新鮮だしすごく嬉しいですねあのまあコロナ禍ということもあってねなかなかこう訪れるこのファンの皆さんの前にこう登壇する機会ってもまあ徐々に増えてきたということではありますか、ね、いかがですかそのあたりも含めて、うん、なかなかないから。 お顔がね、こう、お客さんの顔が見えるとか、あの、僕舞台もやってるんですけど、舞台でも中の照明が落ちてるんで。あんまり見れることがないんで。<ー>なんか新鮮でいいですね。うーん、元気もらえます。なんか。うん、あの、ファンからすると、多分もう、皆さんも、小林さんとやっと会えたっていう気持ちが強いと思いますが、皆さんいかがですか。本当、うわー。ありがとうございます。<laughs> いい声の、ありがとうございます。いただきました。はい、こちらこそ、ありがとうございます。 ささて、富田さん、はい、あの質問なんですけれどもあの演じられたビオレ、まあ、公開前は、ね、あの身内にも黙っていたという <laughs> そうですね。はい、あの隠されていたキャラクターということになっていましたがあの公開されるまでの心境いかがでした意外と収録から公開までの期間がそこまで私離れてなくてビオレのキャラクター自体も今回オーディションじゃなくてその先方さんから。 どうですかお願いします」っていう形でお話しだいて「あじゃあぜひ」っていう形でやらせていただいたキャラクターでもあったのでこうお客さん的にその事前の情報で「ビオレ」が今回の劇場で出ますよっていう情報も何もない状態だったのでこう劇場に足を運んだファンの皆さんがどういう気持ちで見てくださるかなっていう不安とか。 緊張みたいなものはすごい大きかったですね。あの、実際に公開された後、はい、まあ先ほどね。弟さんの話もありました。けれども、はい、もご友人であったり、仲間内からのその声を聞いて。 気持ちの変化はいかがでしたそうですね、それこそ学生の頃の同級生から連絡が来たりとか、あとそのツイッターとか、私も気になるので、テンスラビオレでエゴサとかしたんですけど、<ー>エゴサすするんですねししました <laughs> ぴったりって言ってくださる方もすごく多かったので、そこはすごくこう、テンスラファンの皆さんの温かさをすごく感じましたね、うん、あのビオレがね、得点、特典毎週こう変わっていた時期もありましたけれども、はい、クリアファイルになったりとか、可愛かったですね。 あの私ももらいに行きました。ありがとうございます。さすがです。はい <laughs>